笹森淳造5月18日から1976年2月13日は、日本の政治家、教育者、剣道家。遺械君等は、肖像医、君一等随法省。称号は、政治学士、剣道藩士。東大義塾塾長、青山学院委員長、衆議院議員、参議院議員、副委員長総裁、賠償長長官。 全日本剣道連盟最高顧問などを歴任した。青森県弘前は加藤町に、旧弘前半半士笹森洋蔵の六夫として誕生。8歳で、北進道道場に入門し、尾野ハイチ流剣術を学ぶ。14歳の時、キリスト教の洗礼を受ける。1910年、早稲田大学政治経済科を卒業後、雑誌、新興論記者を経て、 1912年に渡米し、コロラド州デンバー大学大学院を修了。南下州日本人会所基長を務めた。1922年、再考された東欧義塾に塾長として迎えられ、18年の間勤務。1939年からは青山学院院長を4年間務めた。第二次世界大戦後の1946年、 第22回衆議院議員総選挙に、青森県全県区から無所属で出馬し、トップ当選を果たす。以降連続当選4回。院内交渉団体の申請会をまとめ、国民党を結成。同党は1947年に共同民主党と合併し国民共同党となり、笹森は大議士会会長となった。同年発足の片山内閣に、 国務大臣として入閣し、副委員長総裁、賠償庁長,長官を務め、シベリア抑留日本人の早期帰還や、アメリカの賠償請求権問題などの解決に、尽力した。その後、改新党を経て、自由民主党に所属。1953年の衆議院総選挙では、落選するが、同年の参議院補欠選挙にて返り咲く。以降参院、当選3回。 自民党では、両院議員総会会長や当期委員長等を歴任した。1968年の参院選で新人の山崎達夫に敗れ、政界を引退した。世界連邦運動の推進団体、世界連邦日本国会委員会第四代会長も務めた。広崎藩に伝わっていた小野廃一刀流剣術を北新道道場で学んだ後、早稲田大学の剣道部で、 高野佑三郎に指示した。後に小野配置東流、第十六代総家となり、林崎新武総流以来、直本流大長当日も伝承した。第二次世界大戦後の連合国軍、最高司令官総司令部による、剣道禁止は、全日本しおり競技連盟を設立し、会長を務めた。1五十四年、全日本しおり競技連盟は全日本剣道連盟と、合併し、 笹森は全日本剣道連盟最高顧問に就任した。ありがとうございます。